下がいろんな配信じゃない、圧かけまくってるね、俺をネタにするなと。でもさ、それはなんか違うんじゃない？それは違うよ。だって結構なんか呪縛とかでも言ってなかった？なんかネタにされないんだよねとか、悪口とか言われないんだよねみたいな言ってるから、ここはね、ここぞとばかりネタにした方がいい。てかネタとして消化した方がいい。こんな失態なんてもう開き直ってネタにするしかないんだよ、正直。命かかってるネタとかよく言えるな、ネタとか。まあそうだけどね、確かに君が言う意見はごもっともだけども、でもそう、個人間で二人の間で解決してるんだって、それ以上深く考えなくていいんだよ。今のは不謹慎すぎ、謝れ。もうなんでお前に謝んないといけないんだ、じゃあね、のりちゃんに謝れって言われたらのりちゃんに謝るし、のりちゃんのね、その時の相手に謝れって言われたら謝るけど、お前に謝る筋合いは全くないじゃん。なんでお前に謝れって言われないといけない。のりちゃんをネタにすんな、謝れ、足軽に、ね、ネタにするようなことしたらあんたでしょって話じゃん。おめんとこの殿だろ。暴露したんだからネタになっても仕方ない。でもただ一つ、どっかのアホな配信者が俺はちょっと違うなっていう意見を耳にしたんだけども、なんでのりちゃんだけ責められてんのみたいな、どっちもどっちやみたいな、女も責めろやみたいな感じの、俺は結構偏った意見っていうか、それなんか視野狭いなって俺思うんだけど、うん、あ、おかしいんだよ、もちろん一般論的にはおかしいの、どっちもどっちだし、もちろん正しいんだけども、でも配信者と一般女性ってなってきたら、配信者って反論できるんだよ、この場があるから。だけども反論ができない、でみんなに発言するときに誰かの力を借りないといけないわけね。立場が全然違うから、一方的に同じ力で叩いたりとかしたらね、そこで消化できたりとか吐き出せる場所がないんだよ、女性側っていうのはね。そう。だから、どうしてものりちゃんにヘイト向いちゃうのもしょうがないし、それって、のりちゃんが言われて我慢できなかったら、のりちゃんがその場で消化するしかないのよ。俺はそう思う。そう。どっちが悪いとかじゃないんだよね。そう。どっちが悪い、どっちも悪い。そんなのみんな分かってんだけども、でも、やっぱり、一方的に責められないといけないのは、やっぱり配信者なのね。だと思う。そう。この意見飲み込めない配信者とかは、マジで視野狭いと思う。正直。マジで正直視野狭いんだなって俺は思っちゃう。人として配信者として視野狭いから、そういう発言になるんだろうなと、俺は思う。だからといって、女側が守られるのおかしくない？いや、守られるんじゃないんだよ。そう。みんなわかってるけども、ね。みんなわかってるけども、ね。責められるのは、常に発信できる側の方がいい。おかしいって言ったら、じゃあどこつまんでもおかしくなっちゃうのよ。でもやっぱり吐き出す場所とか力のない人間、吐き出す力のない人間っていうのは死を選ぶんだよ。めんどくせえからね、のりちゃん叩こうぜでいいの。正直俺はめんどくせえし、いろいろ最悪な事態にならないようにね、叩くのはのりちゃんだけにしとこうぜの方が楽なの。のりちゃんだって耐えられるよ。でもその女のキャパなんて誰も知らないんだからね、今日明日にでも死んじゃうかもしんないんだから、めんどくせえじゃん。だから叩かない方がいいよ。でツイッターとかでいじってさ、女の子とさ、根掘り葉掘り調べてブー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 叩いたりとかして、もし仮に死んだらさ、お前ら追消ししてさ、ちゃんちゃんにすんだろう、ね、やめた方がいい。そんなの、ノリちゃん死なない絶対。天国、あ、もう仮に死んでも天国でも配信すれば大丈夫、ノリちゃんは。だけどもその一般女性を叩くとかは多少はいいかもしんない。多少はね、多少は悪いんだから、多少はいいかもしんないけども、必要以上に叩くのは違う。でも配信やってるやつが悪いことしたら一生叩いていいと思う。俺は配信者はいじられたくないとか、これ以上責められたくないと思ったらやめるっていう決断を取るべきだしと俺は思うよ。配信者なんてもうスタートの段階から理不尽なんだよ。スタートの段階から理不尽なの。匿名モード入ったらもっと理不尽になったし、ね、配信者が優位に立てるところってこの発信する場所だけなの。だから責めない。これ特定される覚悟で暴露せんと。あのね、その覚悟とかその頭があったら暴露なんてしないんだよね。頭足りないからこれこれのところにリークとして持ってくわけでしょ。だからまさかこんなに叩かれると思わなかったってもうなってんのね。だからこれ以上叩くと何が起きるかわかんねえからやめてあげた方がいいよっていう。そもそも暴露なんてそんなもんだよ。って後悔知らない、うん、なの。考えるだけ時間の無駄だよ。クソくだらない話でね、ワーキャーワーキャー言ってる時間が一番楽しいんだから、あんまりね、そのなんか一般女性とか責めない方がいいのよ。こんな感じで俺は思ってます。